清下舞にある松平信隆の墓、松平信隆は戦国時代の武将、三河国松平四六代当主、松平信忠の子、関東名はクランドスケ、通称は四十郎、海松平家初代当主、三木松平家初代として扱う文献も多い。兄、清康が家臣に殺害された後にその子、松平広忠が家督を継ぐも、 王子の松平信貞によって、岡崎城から追放された。信忠は広忠を援助して帰城させ、後権役となったが、次第に弟、安孝の給料を、三木を横領するなど牽勢を振るうようになり、広忠や家臣たちと対立して失脚。天文12年、広忠の代理で、寸府の今川義元に、年賀の祝い延べに行っている間に、広忠の軍勢に、 巨城、三木城を攻め取られた。このことに不満を持ち今川義元に直訴したが、知りけられている。なお、小川武氏は、松平氏と水野氏が同盟が結ばれた時期が、信鷹が貢献をしていた時期であることを指摘し、 広忠とお台の方の婚姻も信孝が主導したもので、彼が追放された結果として信孝と結んでいた水野氏との同盟も終了して、広忠はお台の方と離縁したとする説を唱えている。また、小林照久彦は、信孝が追放された一員として、今川氏の三河進出への対応策として、今川法である牧野氏に、 長沢を譲って手を結ぶことを画策していて、水野信元もそれに加担していたこと、今川義元への挨拶の目的も、その承認要請の意図があったとしている。さらに、左縁、河野では、資料から天文十二年まで信孝が、松平氏の名代であったことが確認できるとした上で、信孝と安倍定吉をはじめとする松平市重臣僧との間に対立があり、 佐田吉らが広忠の同意を得て排除したとしている。信孝は、尾張国の小田氏に願返って、山崎城により、同じく、小田方に願返っていた上和田城の松平忠林や、上野城の坂井忠らと共に広忠と対峙した。さらに今川義元も味方に抱き込んだとする説もある。安月坂の戦いの後、天文17年4月15日に、 岡崎城を攻撃しようと明大寺村に出陣したが、菅尾瓦で、広忠軍がいた矢に当たって討ち死にした。関西重州所下布によれば、信孝を討ったのは、上田元都市である。後に家康の命によって次女が元都市に嫁ぎ、この際化粧料を与えられた。ありがとうございます。